ね、ライブ配信中こんにちはーどうもカンパンティーシュンゴリラパンティーでーす <laughs> シュンゴリラパンティーでーすこちらは止まりませんように止まらないですこちらでコメント読んでいく感じですあのー、配信中にたくさんコメントいただいたと思うんですけどパンチをすなよ <laughs>

しないしないのしないのなんか起きてきちゃったね、二人ともねああそそうそう、ね、お話ししてたからお疲れ様でした、ね、ホワイトアキチャさんありがとうございますしゅちゃん、そうちゃん、今日は夜更かしなのねみんなだからリア充爆滅体入るリア充爆滅体<っ>か、牛丼ぼ撲滅体だよこの人なんかリア充撲滅体入るとか言って <laughs> リア充撲滅体作ったのね、うん ちょっとさ、なんかさ、動画さな何ですか <laughs> なんかさ、YouTube みたいなずっとついてるからさちょっと消してきてる何 <laughs> <laughs> ですか <laughs> こんばんは、こんばんはレモンさん、こんばんは久保田さん、そうそうこっち来たそうそうありがとうございますそうそう今夜はタトゥーさん、入ります<う>あやったーっのちょっと消して来てくれ音がうるさいんだけどなんかなんか音が入ってるんだけど えったら消える。あ、ソうそうが見てるんだ。ごめん、ごめん。ソうそう、見てるんだ。ソうそう、ねんねんしてきたら。どうして、なんか、うるさいから、やっぱり、めっちゃ起きちゃうのかな。シュンシュンのラスト、ちょっと、じゃ、早めに終わらせないとダメですね。いや、まだする。まだしときたいの。十三、うん、人の人が見てくれてるよ。 こんばんは、初コメです。ありがとうございます。<laughs> こんばん、とうごた。タトゥーさん、ありがとうございます。お疲れ様です。テリーアイドルさん。あ、いつも。いつもありがとうございます、テリーアイドルさん。誰かリア充僕でした。ありがとうございます。さあ、はい。一瞬のラスト、はい、一瞬のト。はいってやって。先月は幻の一人になれた。あ <laughs>、タトゥーさん、先月は幻の一人だって。 んなんの <laughs> 先週さなんかさ全然ライブ配信のやり方分かってなくてさ途中で止まっちゃったじゃんこれ<ー>覚えてる,ある本当に5分ぐらいだけ配信してでももう結局諦めたっていう <laughs> <調>配信をね体調よろしく。

嘘でしょみんなな,な,なのでね、うん、リア充爆発するぞ、うわーって。え嫌なんだ。ねそれでさあ、<も>3年生いたた,た,たちに、君何やってんのって言われた。言われた。うん、あららら、そうなんだ。あっ、隊長よろしくお願いし生配信初コメです、だって。 ありがとうございます。めっ、いつもコメントくださって、結構コメントくださった人だ。仙台に住んでる人ですね。ありがとうございます。TS さん、こんばんは。ありがとうございます。背景画像はこっちではなしなのそうなんですよ。背景画像。ちょっと多分、あの、ズームを映せる方法が多分あるはずなんですけど、ちょっとまだできてないんですよね。これいろいろ装飾とかしたいんですけど、まだちょっと詳しく。 <き>まだ慣れてないです、ね、君たちは YouTube のリア充撲滅隊だ。なぜそれ <laughs> そんなのないでしょ。あるや。YouTube、あ,いやあリア充撲滅隊にみんな入ってくれてる人かしら。それで YouTube、のリア充とか、うん、イ,インターネットのリア充を爆発。でもさ、しゅんちゃんもうそろそろさ、おねえねえなんじゃないやだやだ。 ええー、もうほら10時だよ。するわけねえよ。お金ねえよ。もっとくれよ。お小遣いくれよ。えー、えー、お金だってこれ、は、は、これさ、発生しないよ。今。<笑><笑>チャンネル登録者、まだ1000になってないからさ、全然お金は発生しないですけど。でも、チャンネル登録者がもう今、もうすぐ500、皆さんのおかげでですね、580,

まあ新春隊長はリア充から生まれている。リア充爆破滅するぞ。チュッチュ学校だと許せん。チュッチュ学校 <laughs> 学校でチュッチュする人いんのかな、うん、ちょっと怪しいんだけどな。怖いんだけどな。入りまーす。あ、入ってくれるって。はい、隊長。私たちはリア充撲滅隊の隊員ですキリ, <laughs> リア充撲滅隊の隊員、めっちゃ入ってくれてるやん。 ひそかな記憶なんですが、すごく昔に横山るりかさん、仙台放送でドラマやらなかったかな覚えてるアイドリングファイルあ、仙台放送でるりかちゃんドラマやらなかったかなだって。え、いるのかな覚えてる人いますかね横山やすさん覚えてるじゃないか。名前に横山が入ってるから。ね。ミラッチョさん、しゅんしゅんくん元気ですか私は仕事で大阪から東京の帰りのトラックで聞いています。だって、あ、そっか。 ながら聞きの人とかもいらっしゃるんですね。すごい嬉しいですね。ありがとうございます。いやトラックの中、なるべく事故しないように本当に気をつけてください。この横でもやすさ。カッパはちゅちしてるので僕めでですか結論。結論。結論結論言ってくれない結論。二回二回カチだけカチョンカチョンカチョン 僕もせず、ママあ、年々死に行ったの？もう年々しに行きましたね。<や>あ、また？戻ってきた。<laughs> ママとパパはチュッチュしてる。いやー、なるべくじ、絶対事故しちゃダメですよ。なるべく事故しないでくださいねって言っちゃったんだ。絶対事故しちゃダメですよ。そうですね、本当にあの欲好やすさん、なんかコメントもいただいてて、あの仙台のあのアウトレットとかで。 あの商業施設とかでなんかあの商品をねお届けされてるお仕事されてるってことでなんか私もね回り回ってもらってるのかもしれないし買ってるのかもしれないなと思って本当におお仕事お疲れ様ですはーい、えー、ホワイトアキちゃんさん、メスタブごめんずっと宮城県民だけどそれは知らないウィキペディアを調べる方が早いかもしれないですねだってあそっか、横山るりかちゃん、仙、ね、台放送で出てるかどうか分からないということですね。 久保田さん、元気ですね。ありがとうございます。今日はどのリスナーの恋愛相談ですか <laughs> いや、なんかあの恋愛相談のやつ、やっぱ結構名前とかも出しちゃってたので、あとなんか、人によって聞く人によったら、なんかちょっと、あんまりいい気持ちになる,なる人、ならない人もいるのかなと思って、あれは消しちゃったんですよね。あの、レジタルアーカイブ。消してはないか。何ですか後悔にしてますね。本当にせっかく、 あの見てくれてまた見ようかなってもし思ってくれてる人いたら申し訳ないなと思ってます。すいません。横山ルリカちゃん制服で高校生役であ、えー、出てたんだやっぱり。あもしかしたらあれじゃないあえドラマルリカちゃん出てたかなちょっと調べてみますね。みんな横山。次は牛丼撲滅大ハイデ。横山ルリカ。さっき私あのニコジョッキーっていうのに出演させていただいててあのサヤネート。 アイドリング1号のサヨネとあアイドリングってアイドルグループに私いたんですけど、その時のリーダーのサヨネと一緒にね、あの、月に一度ぐらい、まあ、たまに呼んでくださってて、最近いつも。あの、特にですね、配信の、あの、ウェブ上でやるときはいつも呼んでくださってて、スタジオにね、私は今仙台に住んでるので、東京に行くことができないんですけど、 こうやって、あの、配信のね、四分割の画面で。で <laughs> ごめん。はい。できてるので、なんか、さやネイもね、普段なんか、で,で会えてないんですけど、定期的に会えてるような、で、気がして、本当になんか、今回もこんな風にね、呼んでいただいて嬉しいなって,って,って。知らねえよね。知らねえよ <laughs> で、楽しく配信もできて、はい。たまにこうやって、ね。 配信もしていこうかなと思ってます。あのー、コメント読み切れてなかったりもしたかなと思いますので。はい。えー、いや、牛丼は滅ぼしちゃあかん。何人も独身男子が死滅するようだ。あ、死滅って言っちゃダメだね。多屈、多屈滅しちゃうよ。えー、<laughs> 牛,丼牛丼は守りましょう。だ<っ>て <laughs> じゃあ。うん ロシア撲滅隊。ロシア撲滅。あ、これこれこれ。さっき結構なんかニコジョッキーの配信が止まっちゃって、そういうことってあるんだなってね。それロシアのせいなんじゃないかみたいなこと言ってたよね。さやねえ、めちゃくちゃあの、陰謀おたなので、陰謀、陰謀だな。<laughs> なんか陰謀なんじゃないかっていっぱい言ってたよね。さやねえって加藤さやのことだよね。あ、そうです。メスタブさん、か加藤さやのことです。あの、配信があるので、あ、配信の、 あのー、ちゃんと、あのー、なんていうのこれ、アーカイブも残ってるので、もしよかったら見ていただけたらなと思います。ニコジョッキーですね、えー。はい。ニコジョッキーって言います。ぜひ見ていただけたらと思います。はい。ニコジョッキー、加藤さやかのタイトルはきら決まらない、シャープ6ですね。また、ここのにも URL 貼り付けておきます。えー、隊長、オイラのアイコンの仙台 弁缶バッジはいりますかおいらのアイコンの仙台弁缶バッジ。まあ、<laughs> あ,<ー>あるよ。仙台弁缶バッジ。あ、るよ、あるよ。<laughs> 牛丼撲滅欲しいアイコンの。なんて書いてるんだろう、これ。いずいは、いずいは、いずい、いずいだね。牛丼撲滅反対、ロシア撲滅は過激。これ。タグに加藤さんとか入ってるけど、まあ、ここには来ないのあ、ここには来ないです。すいません。 あタグ入れない方が良かったか。なんか一応、この、えっ、ー、と、さっきあった配信の反省会みたいな感じでしようと思ってたんですけど、さすすがに、ね、<ー>来ないですねあとーあこれはあのお金反省しないやつなので、<ー> <laughs> 来れないね、読めないね<ー>恐れ多くて、<ー>そんな、<laughs> ただでは。そうよ、今日の晩、晩ご飯は牛丼だったから撲滅しちゃだめ。そうだね。うそうなんだ。あけど、そうだね。 はい、うん,んシンが好きななんか白ご飯と肉ま混ぜたやつああそう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 白とご飯と牛肉混ぜたやつだよ。それかーいもっと早く言えよ分 <laughs> かんなかった牛丼って。<ー> <laughs> はいなんか明日結構なんか最新の動画が結構その仙台のこと。 行くようだって上げてたり、最近めっちゃ仙台のことばっかり上げてるんですけど、なんか仙台に住んでない人とかはなんか面白いのかなとか思ったりして、なんかちょっとその辺はみんなに聞きたいなと思ってたんですけどどうでしょうか。なんかどうだろう。すごく悩ん悩みますね<ー>やっぱり。どうだろうな。みんな楽しんでくれてるかな。25日また仙台に行きますよ。あ、そうなんだ。ありがとうございますヤマンさん。 伊豆いを説明するのが、伊豆いって書いてあって、周囲に牛丼嫌いなんですか。えーっとの。お肉がさ、喉にさ、詰まるから。嫌い。嫌い。なんで。でも。うん、その代わり、しご。あ、しごろはんじゃない。し、白ごはんじゃない。あ、しろごはは好き白ごはんは好き。白ごはんは好き。あ、よ。ごろ白ごはん。白ごろはん。なんか、今の最新動画が、でも、一番。今までの中で。 過去10本の中で一番ね、バズってるわ、いるね。うん、うん、難しいですね、なんか。これ、これがやっぱ、この解説動画みたい,面白い、ね、な。何ですか、急に難しい。解説動画、結構みんなコメントもくれてたので、うん、面白かったみたいですね。これから多分、もしかしたら解説動画をさらに出していこうかなとも思います。結構見てくれるんですよね、解説動画だと。 5分間は平均で見てくれているっていうことになってて、普段は2分のところが5分に増えてるんですよね、最新動画だと。何が良かったなんか、仙台の魅力が伝わってくるから楽しめています。豆蔵さん、ありがとうございます。仙台じゃない人もでもいるかなと思って、山口県民としては仙台の情報を楽しんでます。あ、良かった。他府県の人も楽しんでくれてるんだ。ありがたいですね。じゃあちょっと,ょっといい。い 次の最新動画はちょっとまた趣をの僕のやらせろ僕の番やらせろはいはいごめんごめんどうしたのんっ <laughs> とさあなたたちさんとリ野獣撲滅隊入るでしょそれでさあ、うんっと違う撲滅隊えもうさ考えてえリ <laughs> 野獣撲滅隊じゃなくて別の撲滅隊を考えてほしい、ね、うん ち,ゅうちゃんはそう,だそうです<や> <laughs> 何がいいんだろうね。あその明日推しが楽天の始球式やります。この人なんか他のアイドルの推しの人なんですよね。でなんかめっちゃ推しのことを言ってくるんですけど私全く興味ない。<laughs> これはめっちゃアイドルオータあるあるで現在の推しをめっちゃ紹介してくれるっていう人多いんですけど。<laughs> まあそれはそれでいいんですけどめっちゃなんか。 その推しの動向をめっちゃなんかこう DM とかで送ってくる人いるんですけどあそうですかっていう感じに <laughs> なっちゃうところはありますでもまあ聞いてほしいんでしょうねいろいろ確かに推しは<ー>推しの話は楽しいですよ、ね、ああ<ー> <laughs> 見てたら行ってみて、えー、それならプー,も、ね、プーチンプッサン僕それいいね,それいいね決定決定 あれねえ、しゅんちゃんね、結構ね、国防に対してのね、あの知識がね、はい、TikTok と YouTube でね、すべてね、うん。ねえ、プーチンか <laughs> もね、ふるふる2つにすると、<laughs> プープーチン、あププチンやばい、<laughs> 言いそうになっちゃった。プープーチン ほら、C <laughs> <laughs> <は>言っ <laughs> ちゃダメなんじゃないのそれってやばいだろヤバ。うちの紹介で関連プレゼントが多いと聞くけど、それしたことないだって聞かされても今もミラちゃん言ってたっけ <laughs> 聞かされても <laughs> あ。いやいいんですいいんですよいいんですけどなんか面白い面白いっていうかなんか楽しいっていうかあそうなんですねって思いますね。フ <laughs> ーさんは中国のあ。 しゅんちゃん<何>中国の共産党のトップの人のことなんだってこれとか共産党とかも言っていいんですかね別に大丈夫なんだよね、たぶんね危ない危ないしゅんちゃんはすごい下ネタ大好きなんだなだってあははそうなんですよ、シュン君ね、しゅんくんね下ネタ大好きですじゃいけんぽんちょっと <laughs> <ー>ババ <laughs> はぁーばいいトッまだ喋りたかったんだけど ねえ。やだー。<laughs> このまま喋ってねー。ちなみに、これやってくださいとか、私一言も言ってないですからね、いつも。あ。嫌だー。本当にいい、ね。<laughs> わら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 。いや、でも、これさ。すごい。<laughs> ふわふわ。すごいね、<め>これ。なんか、いつも、これ進んでやってる人と、多分、みんな思ってると思うんですけど。<laughs> しゅんちゃんが。やってます。これ。うん、エドリングイズムがしっかり教育されてますね。だって。よかったで、ね、す。で <laughs> 争えないってことですね。だって。わあ、スクショしていいですか。だって。<laughs> いいですか。いいスクショタイムか。うわあ、これだね。はい。じ。ず<あ>。ええ。すずきまね。でも、なんか、チャン、チャンネルのさ。 雰囲気がね、ほっぽり、どうしたらいいんだろう。なんかそのさ、ファミリーチャンネルみたいにしてるからさ、お母さんがさ。謎に体張るチャンネル、下手なところ、つながりがさ。やっぱ、難しいな、ユーチューブ。何してんの、びちゃびちゃになるじゃん、なんで、切り拭き持ってきた。やば。これやばい。でも、今のやつって、すんごいんですよ、これ、ほら、めっちゃ柔らかくて、ふにゃふにゃ,ふにゃしてるの。 すごいんですよね、これ。ね、ち、うん、んちゃんね。うん、すんごいホヤホヤしてるんですよ、これ。ほら。ほら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 。うわほらほら軽いね、これ。すんごい軽いんですよ。そう。楽天の最近の試合見に行きました。行ってないですね。全然行っ,、ね、行ってません。関係ないけど。<laughs> 倍投げしながら、それながらやる。<laughs> してないね。でもまあお弁はしてるね。最近は全然あんまり行けてないけど。 いやだワ <laughs> <だ>イ投げされてるテレビ見てて泣いてたお子さんが喜んで投げるようになったんですねだって変わりましたねだってちゅうちえ泣いてた今は汚れにくくて掃除しやすいらしいですねだってそうなんですよすんごい今ねすんごいですよこのふわふわ感がね溶けてくよねしかもちょっとすごいこれ、うん、本当にすごいほんにだってほらこれほら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  ほーらほらほら、これ。さ、それで、で、でさ、お化粧させるのか。頑張って。やだ、もう、と、と、取るよ、これ。あ, <coughs> あうん。うんごいね。ママの目が変。ママの目が変。変ですね。いやー。えう、ー、んー、なんでもありでいいよ、だって。<laughs> 何でもありのチャンネルでいいんだって。<laughs> ママは何のゲームに負けたんですか？だって <laughs>、まま、ママはなんか何だったっけ？自分で答ええって何？バイバイ？<laughs> あの時もじゃんけんパイだに負けたんだっけ？そうなんですよね。じゃんけんパイに負けて。いつも負けちゃうなあれ、私苦手なんですよね。なんかああいう瞬発力あるやつとかルールあるのがすんごい苦手でできないんですよね？なんか。 ッいつも負けてる成長と言っていいのかママがパイにつけられて泣いた方が可愛いと思っちゃうママ <laughs> だってしゅんちゃん成長しましたねだってよ<ん>反省会はどこ行った <laughs> 反省会いや反省会はなんかあれですね <laughs> もうちょっとジョッキーってもっと過激な過激っていうかなんか面白くおかしくね もうちょっと面白おかしくしたかったな、今日はっていう感じ。だけど、難しくはないけど、た普通に楽しかったですね、今日のジョッキーはいつも楽しいんですけど、なんか言い過ぎちゃうときとか結構あって、反省しちゃうんですよね、ジョッキーって。<laughs> あと大丈夫だったかなみたいなあのいつも本当に過激な発言とか言っちゃだめな発言とかしちゃうんですよね、ついつい。<laughs> <laughs> でも、あれっていいのは、なんか有料なんで、本当に私たちに興味ある人しか多分見てくれないのと、あとはジョッキーのファンの人とか、そういった人が多分見てると思うんですよ。だから、なんか、普通の私たちのリアルの人間関係の人、シュンちゃんの学校の人とか、なんだろう。<laughs> まあまあ、見てないから、なんか、何でも言えちゃう安心感はあって、あの配信は、私、すんごい好きですね。<laughs> <laughs> はい、有料だからの楽しさっていうかありますね。あほらだって「楓での鉄道チャンネル」さんが「はえ」って言ってるほらやっぱりリアルなさ人が見ちゃうから YouTube って <laughs> いや手軽な分さやっぱ私たちそ本名と顔出しでやってるからあんまりね変なこと言いすぎない方がいいっていうか, <laughs> か<れ>言えないですよね。<laughs> なんと思って思ってます。 ドドンゴ危険ですねあドワンゴそう今ね、ちょっとドわンゴ調子悪いみたいで、回線がめちゃめちゃ止まっちゃって、全然ね、うまくできなかった、逆にそれが面白かった回だったって言われてます。マママ、うんま、ママが傘惜しくごとのさ、やつさ、うんとさ、シュンがさサイバー攻撃さ、し,したから、今日学校のクロームブックでね。 えっと、かちかち。犯人、や、やっといた。犯人、お前なの。あ、そうだよ。<笑><笑>えー、出ました。したあとは、彼はサイバー攻撃。え、げ、撃させといた。から<え>グーグルもなくなる。え、やばい、やばい、グーグル的に回しちゃだめだ。王様だから。怖。やめなっても。サイバー攻撃してたんだ、あなたが。<laughs> そうだよ。急にコメント止まって。一時間目に。 こうそうだったんだ、うん、面白かったですよだってよでも負けるのガイドリングの味覚で反省会どこ行ったええー、マジかサイバー攻撃とかよく知ってるねだってそりゃそうでしょ全部ね YouTube でね全部 YouTube だよね、うん、<laughs> リアルにミクシーがサイバー攻撃されるくらいだしドワンゴも狙われたかなまあ今ミクシーっていうのは謎だがえっ そうなんですねじゃあンがリア充僕めったいの1位だから。あ、そうなんだで、えっと、8位までは友達が使ってるからあと,あとは35人ああとは。 十二人までさあるよ。そうなんだ。十二人まで、うん、見てるんだみんな。うん、<laughs> そうなんいっぱいいろんな結構なメンバーがいるんだね。うん。へえ<ー>。名前は言わない。そりゃそうだろ。あつあつあさすがにね名前ここで発表してもね。うん、<laughs> さては四号の広告の犯人も。え四号の広告の犯人？あい,いよ。 4号さん、<お>そう、えとちゃん、えとちゃんのことだ。えとちゃんですね、えとちゃん。誰めっちゃ広告つけてくれて、ニコジョッキーで。えとちゃんがめっちゃ広告つけてくれたんだ。や、や、やじゅう、隊、<laughs> エトさたい、えのさ、4号かとさ、思った。思ったね。<laughs> はい、ということで、中州の犯人だったか、ズラさんに報告だね、だって。 やめろーあはははさんに報告しとかないとね、本当にドワンゴさんにちょっと報告しときます <laughs> 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 そうそう別にということであれが本人ならユーママセンス抜群だけどな、だってえっとャンネルあ,、ね、あでも私結構えっとちゃんの生配信とか見てねコメントしたりしてたんですけどよ、ね、学校の際 1>,、ね、1時間でビ<み><美>サさんプリンゴさんの推しだけだ だからさ、うんそ、それで先生、うんえっと、クロームブ,ブックしていいよって言ってたからそ,たそれでママた,たちのところにサイバー攻撃もか,かけて、うん、アイパッも攻撃かけてそれでママの携帯も攻撃かけたから使えないね。そうなんえ、今、うん、使えないの そうだったんだ。結構やばいぞ、今。多分今頃しゅんちゃん、そんなこと言っちゃって、炎上するんじゃないん <laughs> 炎上しちゃうんじゃないこれ。切り抜かれてさ、やばいぞ、これ。<laughs> ラッパーですな、だって。クロームとか詳しいな、だって。クロームブックっていうのが、仙台市では小学生みんな配信あの、もらえるんだよね。配布されて、うん、クロームブックっていうパソコンがね。 あレオンさん、はい、自分は、な、はい、な、何番。十番。十番。あ、みんなそうだね。今十九人の人見てくれてるから、リア充撲滅隊ナンバー十九の人た、ね。あとは。<laughs> ありがとうございます。誰かリア充撲滅隊の人って。えっと、なんか。えっと、入ってやって。はいってやって。あと、今日はなんか <laughs>。 あ見れなかった人も、はい、はい。アーカイブ多分残すね、これね。残すと思います。見れなかった人、今日はね、ねんねんしてる人とか、<で>仕事の人とかも、ね。はい、じゃあ、ホワイトアキちゃんさんは11番で、はい、ホワイトアキちゃんさんはナンバー11ね、うん、久保田さんは。 さんは13適当だなタトゥーさんが1414今コメントいっぱいしてくれてるねみんなバルーンさんがバルーンさん17って書いてるバルーン1717でいいね十七17号ねクリームがたりまくこれねソフトクリームだからソフトクリームなんだこれおいしいよ食べてるおいしいよねおいしいです 体調崩しても知らないよ食べてる。ちょっともうそろそろこれね食べれるのかな。ああ<ー>。多分食べれるんだって思うねー。ねえ友達ね、うん、図書室からからさんもらったた<ー>さおりりさ全部さ食べたんだって。ええー。じゃあ一緒に食べよ。あんまりもみむしゅだね。うん。ああ。あでもうんただ油って感じがする。 あんまり甘いとかはないねうえということで、はいありがとうございました。長くなっちゃった。結<論>ありがとうございました。ナズィ！バイバイ。あ、じゃあ青のヒットは、え <laughs> っと十五番。あ、青のえっ、ー、と森た森高光なさん ありがはい、おいしいレモンさんありがとうございます。12番はサッカーチームのサポーターのためのものですけど、ね。じゃあ、ババじゃあい、あ明日はしゅんのしゅんのや,やつでライブ配信だ。だから。いはい。しゅんちゃんの方でライブ配信するのかな。お疲れー。ありがとうございます。自己ジョッキーの方のアーカイブもぜひ見てください。ありがとうございました。<時>またね、5時にやのやだ。 <laughs> やるのやりたいのねはいはいはいありがとうございます純ちゃんが喋りたいもんね、うん、ありがとうはいさよならバイバイラッシャーでキさんホワイトアキちゃんさんタトゥーさん横山やすさんレオンさんタトゥーさん久保田さんラッシャーさんキンタダンスさん横山やすさん森高さん豆蔵さんタトゥーさん,ーさん読み方わかんない、ね、あレオンさんもはいありがとうございましたホワイトアキちゃんさんみんなもういったね名前ね アメぞゾウさん、ありがとうございました。テリーアイドルさん、メスタブさん、ありがとうございました。さようならー、バイバーイ。バーイバーイ。ヤーマン、ま、さんもありがとうございました。失礼なこと言っちゃってごめんなさい。ラッシャーでィッさん、ありがとうございます。し次は、5時か6時か4時か4時ん4時か4時て4時か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 4時時だから、ね。心の友さん、ありがとうございました。はーい。ということでさようならー、バイバイバイバーね。 はい、カイですと鉄道チャンネルさんもありがとうございます。4時だからね、五時だからね、見て5時だからね、5時だからね。いつもお世話になってる方なので。五時だからね、夜の5時、夜の5時、夕方の5時だって。じゃあ、やるかしたね、チャンネイ。夕方の5時。夕方の5時。